な問題なんだよね。そこは分かってくれているのかな。立ち回り問題、意識の問題って、まあ意識の問題でもあるけど、それは当たってるけど、そのどのゲーム、どうしてこのゲームをどこまでど、ま、あの真面目にやるかみたいな。それはそうなんだけど、それ以外にも根本的な才能に当たる部分の自意識ってのがなくなってるんだよね。自分っていうのがあって、そして自分がどう見られて、自分がどう動いたらどうなるみたいな、あと客観視。だからそれを考えずに単に人を弱いっていうのはやめてほしいな。今大丈夫だって思って、そんなこと分かってるみたいな。僕うるさいやつ、そんなに。そんなこと理解されてるみたいな上でやってたっけど、こういったらまた下がって面倒くさいことになるんだろ。フラグやめていった方がマシだよ。
ダメだな、正確な思考が全くできない。この状態ランクマン頑張れって言っても、頑張るもの頑張れないよ。思考の順序が違うんだもん。だってだから本当の自分のランクなんて、こんなランクマッチで分かるもんじゃないんだから、これ以上ランクマンやろうとしても無駄だよ。やってることが意味ないんだもん。もともとはこんな、どっちを優先するとか、そういったこと分かって当然というか、分かってたよ、ちゃんと。それが分からなくなって行動できなくなってるから、それはやっぱり病気、特殊な状態にあるか、もしくは病理的状態にあるかって思うんで。